目指せ認知症の人と共に生きる温かい社会、マイムケア介護事業部長林久美さんです。それでは動画からご覧いただきましょう。マイムケアの林です。どうぞよろしくお願いします。近頃の日本は介護や認知症、さまざまな問題を抱えています。でも今日はそんな将来の不安を煽るようなお話はしたくありません。年を取るのも悪くないな、そんなふうに思ってもらえるお話ができればいいなと思ってます。もともと私は介護の彼女も知らない状態で、結婚を機にこの世界に入りました。でも自宅で生き生きとマイペースに暮らすじいちゃんばあちゃんの手伝いは、それは本当に楽しいものでした。でもそんな楽しい暮らしもさほど長くは続かないということが分かりました。家族やご近所さん、さらには介護医療の専門職たちが心配をして、でも本人はあまり困ってないことも多いんです。馴染みのコミュニティから引き離されてしまうという現状があります。特に体の元気な認知症の方はかなり早い段階で自宅の生活は難しいというレッテルが貼られてしまうんです。実は私のばあちゃんも認知症でした。もう30年ぐらい前の話にはなりますけれども、しょっちゅういなくなって裏山に捜索隊が出て、それでも自宅で最後まで暮らしました。近所や親戚の人とかも、ボケちゃったからしょうがないねとか、お互い様だよね、そんな風に言いながら自然と見守りしてくれて、地域から孤立することはなかったんです。しかし当時と比べ、現在は介護保険制度ができています。でたくさんのサービスができているのに、どうしてこんなことが起こってしまうんでしょうか。少しだけ認知症の話をします。認知症の症状は大きく分けて2つあります。中核症状という、ついさっきのことが覚えていられない症状、これについては治りません。一方BPSD、 これは以前問題行動と呼ばれていた症状ですが、主に周囲の関わり方で起こる症状で、認知症イコール問題の人とされてしまう原因になります。ならば、人間関係や環境、これらを変えていけばこれらの症状は改善できるはずです。そして分かったんです。欲求の5段階がヒントになりました。以前の私たちは安全欲求と生理的欲求、もうこちらに集中しすぎてしまって、迷路にはまり訳が分からなくなってました。安全第一がだんだんと安全オンリー、
なってしまって、その人のやりたいこととか生きがいとかそんなことに目が届かなかったんです。介護職員の視線で安全のためにお世話をし、コントロールまでして、どちらかというと介護職員が主役でした。じいちゃんばあちゃんのもっとできるとかもっとやりたい、そういったことから、そういった声を奪ってしまい、戦力外通告してしまってた。これはもしかしたら私たちだけではないかもしれません。要介護や認知症になると、人から感謝されたりありがとうと言われる機会が極端に減ってしまいます。人間は人から必要とされなくなると心や体が病気になってしまうそうです。これは本当にまずいことだと思いました。私たちは介護のプロです。安全が第一ではなくって、一人一人の心のサポートを大事にして、でその人たちのやりたいことを探り、それを出番に変えていくことが必要だと思いました。そして私たちはその方法を実行して問題行動の軽減に成功しています。それがちょっと変わった私たちのケア方法になります。私たちのケア、一言で言うとお世話してないんです。サポートはしますが、過保護にはしないし、余計なおせっかいのお世話はしていません。一人一人の出番作りをしています。いろいろお願いしてやってもらうことで、感謝して頼りにすると精神的満足度が上がってきます。でも感謝された本人はついさっきのことを覚えてないので、なんで感謝されたのか忘れてしまっていることが多いんですけれども、その一瞬一瞬の喜びの積み重ねが問題行動をなくしていきます。少しのヒントでできることがたくさんあって、毎日発見と感動の連続です。やりたいことと、あとは安心できる居場所、それがあればお世話される人ではなくって、まだまだ活躍できる人生の先輩たちなんです。そして新しい挑戦です。昨年の末に仙台の長町というところに介護保険サービスの小規模多機能型居宅介護の前向けを開設しました。で、駄菓子を併設した地域交流スペース前向テラスも作っております。前向ケアの介護スタッフは認知症の利用者さんの関わり方にとことんこだわって問題行動の軽減に努めています。で、前向テラスは誰でも来れるようになっております。いろんな人、変な人も来れます。で、ここから先、一歩先を目指すために、私たちはスローコミュニケーションズ、これをスローガンに一人一人の活躍の場、出番作りをしたいと思ってます。出番作りに関しては私たち介護スタッフだけではちょっと役割が足りないんです。多くのサポーターの皆さんの参加が必要です。スローコミュニケーションズはじいちゃんばあちゃん、介護スタッフ、そしてサポーターの皆さんのチーム名という意味もあります。で、このスローコミサポーターに何をしてほしいのか、認知症とか介護の技術、知識、そんなものは全く必要ありません。テラスや駄菓子屋に遊びに来て、じいちゃんばあちゃんと話をして顔見知りになってください。そこでちょっと困ってるとか、こうだったらいいな、そんな話を聞かせてほしいんです。その中からじいちゃんばあちゃんたちの出番を見つけていきたいんです。出番の例です。まもなく入学シーズンになりますが、学校に持っていくバッグとか雑巾とか作るの大変ですよね。うちにはこんなすごいばあちゃんがいるんです。布さえ持ってきてくだされば、ばあちゃんがお手伝いします。時々テラスに来て使っている様子をばあちゃんに教えてください。商店や学校の皆さん、店先や校庭や園庭にきれいなお花がいっぱいあったらいいなと思いませんか。うちにはこんな素敵なじいちゃんがいます。お花は準備してください。じいちゃんが花壇やプランターをきれいなお花でいっぱいにします。で、時々テラスに来てじいちゃんたちにお花の様子を聞かせてください。子育て世代の皆さん、自分の時間がなかなか取れずにストレス溜まったりしてませんか。もちろんうちには子育てのベテランのじいちゃんばあちゃんがたくさんいます。最初はお子さんと一緒に遊びに来てください。慣れてきたらばあちゃんたちのお願いをして、映画鑑賞とか買い物とか自分の時間を作ってください。実家みたいな場所になれればいいなと思ってます。このように
出番に生き生き活躍するじいちゃんばあちゃんを見ていると要介護とか認知症のイメージって変わってくると思います。私も会場の皆さんもいずれ年を取って、認知症になるかもしれません。でも大丈夫です。このスローコミュニケーションズがどんどん広がってスローコミュニティ、ここまで進化していけばさほど心配することはありません。いくつになっても認知症になったとしても頼りにされ活躍ができる、そして困った時には多くのサポーターが支えてくれる、そんなお互い様の優しいつながりがスローコミュニティです。心の満足が続けば引きこもりや寝たきりも防げると私は思ってます。この認知症の介護から始まったスローコミュニケーションズが地域のいろんな問題を解決するきっかけとなり、これが広がっていけば誰も孤立などしないであったかい社会を作っていけるのではないでしょうか。私はそんな社会を実現したいと思っています。最後に、マイムテラスですけれども、いつでも誰でもウェルカムな雰囲気を大事にしておりますので、ぜひ遊びに来てください。長町1丁目です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うちのばあちゃんも実は認知症なんですけど、はい、でも毎日楽しそうなんですよね、はい、毎日新しく始まりますからね。はい、で習字がめっちゃうまいんですけれども、確かにそれを褒めてやるとスローコミュニティ入りもできるんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。